スーツ着るの僕苦じゃないんですよ、スーツでいるのが。好きなんで、これもスーツも作って挨拶も作ってって感じで、これ名前刺繍入れてもらって、袖はダブルカフスにしてカフスで止まる形です。すごいおしゃれですよね。そんなとそこに名前書くって結構してるんですかね。まあここか大体こっちっすね、うん、でもそこの方が見えますね。そう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 、上着着ててもそうそうです。で手元でスッとちょっと見えたり。そうです、ね、なんであえてこっちが見えたりするんですか。全然いつも午前、4月でちょっと期が変わって、チームが変わって、私チームは11時から朝会があるんで、それまでに結構その日の自分の準備とかして、で、まあ、朝会で昨日の振り返りと今日の、確認して、でまた昼準備とかして、で午後から営業、夕方まで営業して、うん、夕方以降、まあ明日の準備とか、まあ今日の振り返りとして終業っていう感じですね、うん、まあ本当それから繰り返しです、うん、で、今日は、火曜日だから練習は今日はどういうの？受けてます。8時スタートでしたっけ？7時半アップ。あれってどういうこと？今日8時スタート。あれってどういう…8時アップスタート。8時アップスタートなんですね。あれなんか俺分かんなくて、そのスポルト場所はなんか集合時間ってじゃあどうなるんですか？お前があんま文字読んでないだけで。集合時間何時になるんですか？書いてあるんですよ。書いてあります、うん、時間8時9時半って書いてあるんですよ。そうで、それが集合時間なんですか？その時間に来てりゃいいよって書いてあるでしょ。集合時間まで着替えて集合で8時が集合時間なんですね。いや、今日、今日はそうだ、そうそうそうっていう認識なんですね。そうだ、 8時からアップ始めるよっていうことなんですね、これは。そう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 、うん、じゃあ、 あんま文字読まねえから長いんすよ、しながらね。ずっと出てたんですよ、試合に、うん、森岡3年いて、うん、最後の年、まあ、キャプテンもやってて、でも成績があんま出なくて、うん、で、最終戦の2試合前に急にスタメンを外されたんですよ。19シーズン、ね、そうです、そうです。最終戦の、うん、前の試合かなかなんかで、うん、その次の日が、その試合が終わった翌日か翌々日が契約の話するって言われてて、あ、なんかもう分かってるわけですよ、こっちとしても、あるなみたいな、うんうん、普通に首あるなみたいな、うん、外される前くらいからなんとなくいろいろチームの体制が変わるとか、うん、スポンサーとかが変わるみたいなっていう話が動いかなり動いてる中で、なんとなくこう自分のまあ、来年どうなってるかみたいなところもなんとなく感じてて、うん、で、まあ、実際スタメン外れて途中から後半から出たんですけど、まあ、でその契約の話になって普通に契約満了って言われて、で、まあ、僕自身は正直あんまりそこまですごい落ちたとかっていうのはなくて、うん、結構いろいろもう次のこととかを結構考えてたんで、いろいろと。それはもうシーズン中から考えてた。シーズン中だし、もっと前の町田とかにいた時から。もうその年ってわけじゃなくて、ね、そうですそうです、うん、まあやっぱずっとサッカー選手いるの無理だし、うんうん、まあ、サッカーで一緒食っていくのも無理だなみたいな感じで理解してたんで、でまあなんか30歳っていうのを僕の中で結構昔から線引きしていて、でただそれがちょっと早くなったなくらいのタイミングで思ってて、まあ将来ちょっと東京で僕働きたいなっていう風のが純粋にその時点では思ってて、なんで契約満了になった時点で、まあ強化の人とかから他のチームの興味があるとか、
話来たらどうするっていうのをしゃべってたんですけど、あんまその地方とかにもう一回そっからまたゼロベースでまた新しい拠点を作るみたいなところとか、あのもうちょっとでかつカテゴリーも落とすとかっていう、まあ、同じ多分一緒でもいかなかったんですけど、カテゴリー同じカテゴリーから来たとしてもっていうのを考えてなくて、もうあのチームの人に断ってもらっていいっていう、僕のところの話持ってこなくていいみたいな感じで伝えてたんですね。まず学生時代くらいから、まあ、お世話になってた、まあ、今人材の会社やってる方いるんですけど、まあ、その人とかに報告して、まあ、満了になりましたとってなった時に、まあ、その人が、まあ、今の会社あるけど受けてみればみたいな、でも本当にもうそこにもうめちゃめちゃ入れよとか、そこにどう入るかみたいな感じじゃなくて、まあ今後のことを考えたら絶対こういう経験あるし、でシーズン終わって本当に数日後に東京帰ってきて、そのまま試験受けて受かったっていう経緯 で、ただそこでちょっと入るか入らないかっていうのは僕の中ですごく悩んでいて、でまあ、あの選択肢として、まあ、その会社に入るっていうところと、なんか自分自身でもやりたいなっていうのを思っていて、まあ、最後その2つで悩んだんですね。あの、まあ、もちろんその正直サッカーをやめるっていう選択肢も僕の中であって、なんあの、まあ、ただそこに完全に踏ん切りがは、まあ、つけれてなかったっていう中で、ただ重きとしてはまず仕事しっかりする決めるっていう、その上でもしサッカーができる環境とか自分がやりたいと思える環境があればやるくらいだったんで、それサッカーっていうことはあんまりその段階では考えてなくて、まあ、まず、前提として今の会社入る入ろうと思ったわけが、まあ、自分でやるか会社に入るかっていうその会社に悩んだ時に、うんうん、自分でやるっていうのは例えばどういうことか、何かそのまあ簡単に言えばそのアスリートとか僕みたいな立ち位置も、僕自身もやっぱりそのこういう決断をする中ですごく考えたりとか、うん、まあいろいろ思うところもあって、うん、やっぱそういういう人が、まあ、いっぱい世の中にいるんだろうなと思った時に、何かそういう人のサポートだったりっていうところも、うん、あのできるできないのかなっていうところで、あの、まあ、そういったところを考えて、まあ、いろんな人の話聞いたんですけど、うん、まあ、で僕自身もやっぱり、まあ、その社会に出る経験っていうのがなくない中で、で今入ってる会社自体も、まあ、いろんな人にすごくいい会社だよっていう、まあ、組織を見るだったりとか、まあ、こう社会を学ぶっていうこと観点から見れば、あのすごくいい会社だよっていう、あの話をいろいろしてもらって、ではちょっとまずはそう、まあ、この会社に入ってみようっていう形で決めたんですね。で、まあ、その中で、あのもちろんそのどっちにやろうって、考えてる時に話をしたうちの一人が吉田さんでもあって、まあ、その時にその品川CCの話も結構具体的にされて、まあまあ、どういうサッカーをしてるとかっていうのはあんまり正直興味なくて、まあ、どういうビジョンであったりとか、あのどういう色があるよっていうところの話の方が、まあ、僕としては結構あの興味とかがあって、そこに関心があって、まあ、結構僕自身が考えてることとか、まあ、将来的ちょっと中長期的に、まあ、やってみたいなとかって思うようなことと、まあ、クラブが掲げているあの部分があのマッチする、うん、二軸でこう同時に進められるっていうところに結構すごくメリットで、かつ自分があの小さい頃からやってきた経験のあるサッカーっていうもので好きなことっていうのをそこにも絡められるっていうところで、まあ、自分にはメリットしかないなっていうところが多かったんで、まあ、そこを、まあ、利用するじゃないですけど、まあ、利用したいなっていうところは単純に、そういうサッカーの関わり方というか、例えばグルージャとか町田でプレーしてたりして、想像してました、そういう世界があるんだみたいな。
あ、それなくて、結構驚きだったのが、土日とかその練習する場所、まあ、普通あのグラウンドとかに行くと、めちゃくちゃ本当に幅広い社会人の人があのサッカーやってて、めちゃめちゃいろんな人サッカーやってて、うん、でめちゃめちゃいろんなチームがあってって知ったら、見た時にこんなに社会人チームってあるんだっていう、うん、こんなに土日使ってサッカーする人が、うん、まあ日本にいっぱいいるんだっていうのが、学生じゃなくて、そうですそうですそうです、それが結構僕はなんか最初の衝撃受けて、うん、なんかもうただサッカーやるだけだったら、うん、あんまりそこに興味なくて、正直僕自身は、うん、ただ選択肢としていろんな話はもちろん聞きましたけど、仕事をしながらサッカーをしてるっていう感覚なのか、サッカーをしながら仕事をしてるっていう感覚なのか、いや、なんですかね、俺なんかどっちでもない気がしますね。どっちでもない、どっちもない、なんていうかもう別に、うん、一緒なんですか、ね、はい、もうなんか普通に両方生活の一部なんで、うん、別に確実にサッカーをしながら仕事をしてるではないです。サッカー中は別にサッカー選手としても自分でいればいいと思ってるし、まあ、仕事中はまあビジネスマンとしても自分でいればいいと思ってるんで、別にそこに対してのなんか別にネガティブな考えとか、こうじゃなきゃ嫌だとか、こう見てほしいみたいなとこは特になくて、僕自身はサッカーの、はい、多分その自分のストロングポイントみたいなのは自覚されてるところもあったと思うし、その実際にクラブとかからそこの部分が評価されてるっていうことがある程度はっきり明確に示されるから自分も自覚できやすいと思うんですけど、ビジネスマンとしてというか、こうもしかして俺の強みかなみたいなのがもしあれば、そこを聞かせてるのに関しては、今の会社ってめちゃめちゃそこをやっぱ自己分析もしなきゃだし、他者分析ももちろん、うん、同僚とか上司の人とかしてもらって、常にフィードバックを定期的にっていうのが、まあ、仕組みとして落とされてる会社なんで、まあ、そこで言うと、まあ、欠点、いつも足らないっていうところは、まあ、共感受け止めですね。僕に関しては共感受け止め褒めが足らない、それがないと。言ってることは正しいですけど、それが伝わる、相手刺さるような伝え方をするっていうのが足らないっていう、そう、言ってることの筋道とかは合ってるけど、それを伝えるための前置きとか、相手が言ったことに対する受け止めたりとか共感したり、そのした上でそれを伝えるっていうのがやっぱ一番伝えやすいと思うんですけど、それがあんませずに、いや、それは分かってるでしょっていう前提で結構話しちゃうんで、いや、まあそれは結局仕事もだし、その、まあ、さっき言った品川でのコミュニケーションみたいなところにもすごいつながってる部分ではあって、特にやっぱり自分が今までいたカテゴリーじゃないカテゴリーに来ているので、今まで伝わってた、もうそれで伝わってたことが、相互理解で済んだことが、そうやっぱそうじゃないっていうのがあるんで、まあ、そこに直結してるかなとは思います、ね、それはあれですか、その自己分析だけれども、その上司とかにからもこうだねっていうようなことがある、もちろんもちろん、めちゃめちゃ言われます。でそうだなってやっ自分でもやっと思うところがある、うん、はい、そうですね、結構きつい作業でもありますよね。そうですよ、結構泣くやつとか多いですよ、うん、きつい作業なんですよ、これってじゃないですかね。だって知りたくない自分知っちゃったみたいなのあるじゃないですか。それに関しては、まあ、言われて、まあ言われるだろうなっていう、うん、ただまあ俺には別に他の強みもいいとこもあるし、自分で思ってるんで、そうなんだよなんだよなあるみたいなあるしみたいな優秀なんで周りが、うん、どっちかそう、まあ劣等感とかの中で常に生きてるわけですよ、毎日が。今はそうです、うん、その仕事なら劣等感とか、うん、まだ足んないな、危機感とかの方が大きくて、うん、どっちかとやれてるとかっていう実感はないんですよね、うん、まあじゃあ毎日のその仕事っていうのも一生懸命、まあうまいことうまいことずっと頑張れる立場もないんで僕は。Thank you.
がとうございました。結構もう、普通に話していいですよね。いいですよ、いいですよ、ですよね。いいですよ、なんかあんま変だ。そうですよ、なんか映っちゃいけないものとかあんのかな、これ。いや、大丈夫、大丈夫、大丈夫ですか。会社のロゴが入ってるものとかは、そんなにね、そんなにはね、今その辺はね、入ってないんですよ。あ、そうなんですか。うん、福田さんのね、多分ネクタイの真ん中より上ぐらい。時計入った方がいいかな。時計、あ、時計もいいね。カルテです。カルテなんだ。